んて中二病の最高峰だよ。それからテンション振り切ってるな。だってあのレールガンだよ、超電磁砲だよ、コイン飛ばすだけでビルに穴開けちゃうんだよ。ちょっと待て、わかってはいたがそれアニメの話だよ。ちさかちゃん可愛いよね。まあ否定はしないが、とにかく現実的に考えようぜ。今回は現実的なレールガンの話だからね。うん、でもやっぱりロマンだからね。早く本題に入ろうよ。わかったわかった、それじゃあ行ってみよう。まずそもそもレールガンとは、従来の火砲のように削薬の力で砲弾を発射するものではなく、物理学でいうローレンツ力、要は電磁気の力で砲弾を発射する近未来の兵器として、各国で研究が進められてきたものなんだ。レールガンの予備知識に関してはバッチリだよ。ガイデンまでしっかり主張済みだからね。知識の出どころがアニメってのがお前らしいな。でも実際、一足早く SF やアニメの世界では最先端の軍事兵器として描かれることもあったけど、現実の世界では実用化は遠く、実際に軍隊が使用するレベルに到達はしていない模様なんだよね。そうなの？あからさまに落ち込むなよ。世界各国の軍隊においてレールガンの実用化に対する意見は様々だが、日本では2021年8月末に公表された令和4年度防衛予算の概算要求にも同内容の研究が記載されており、将来的な投資を行う方向にあるよ。日本の防衛省ではレールガンの運用を、自国の水上戦闘艦に向けて発射される敵の極超音速対艦ミサイルの対空迎撃に用いることであったけど、将来的には対地及び対艦攻撃用への応用も視野に入れているらしいんだ。現在の日本の仮想敵国とされるロシアや中国が極超音速兵器のしるべ対策とも言える一環で、前者の対艦巡航ミサイルツィルコンや、後者の DF-17 の脅威に、対抗する対空兵装とするのだろうね。ロシアのツィルコンに関しては2020年10月および11月に、同国海軍のフリゲート艦アドミラル・ゴルシコスの VLS から、発射実験を行った際の映像が YouTube 上でも公開されて注目を浴びており、実戦配備も直近だと思われるぜ。この発射実験でツィルコンは飛翔距離 450km、飛翔速度マッハ8だと公表され、スクラムジェット推進方式での石油系燃料として最高潮と言われる、飛翔速度のマッハ8をすでに叩き出しているとのことだ。飛翔速度をマッハ6に抑えたら、今回達成した飛翔距離 450km の倍以上の距離が物理的には到達可能であるため、ツィルコンの最大射程は 1000km 以上になるという声も聞くぜ。一方中国の DF-17 はトンプー17とも呼ばれている極超音速滑空ミサイルのことを指し、2019年10月の軍事パレードで初公開されたが、全 DF-16 弾道ミサイルを改良し弾頭部分が極超音速滑空体仕様となっているよ。この DF-17 は推定値で水平飛行距離が 1400km、最大到達高度 60km、平均速度マッハ6以上の性能を有すると推測されており、最大高度到達後に弾頭部分の滑空体がマッハ3以上の速度で、目標に向かう恐ろしいミサイルなんだ。ツィルコン、DF-17 ともに飛翔速度が極超音速ではあるものの、既存の兵器、例えばアメリカのイージス艦が搭載しているような長距離艦対空ミサイルの SM-6 などであれば週末時点で迎撃可能と言われているよ。だが SM-6 のような長距離対空ミサイルがない場合や、あった場合でも能力を上回る方ら攻撃等への可能性を考慮した場合には、より多層的な防空兵器の保有が望ましく、我が国の防衛省ではこれを念頭に考えているのだろうぜ。日本の海上自衛隊の場合、イージス艦コンボイ型4隻、アタゴ型2隻、マヤ型2隻の合計8隻は、北朝鮮の弾道ミサイル防衛のためにも常備しておく必要性が高く、稼働訓練面でのローテーションからの余裕は少ないんだよな。このような不安を解消するために導入が期待されていた陸上設置型のイーグルアショアも、昨年2020年に発射後のブースター落下の安全性が担保できないとの理由で中止となってしまい、日本のミサイル防衛は修正を急いでいる状態だぜ。そんな状況下で電磁気の力で砲弾を発射するレールガンは、理論上では削薬を使用する従来の火砲よりも高速度でかつ、射程距離も長いということから注目を集めており、次世代の兵器としての可能性に期待されているんだ。削薬を使用しないレールガンは砲弾を爆発の圧力で加速させる方針が不要で、ネーミングにあるように電導性の高い素材で作られた2本のレール間に、同じ素材の弾頭を置き電力による磁場作用でこれを発射するよ。当然、
新兵器開発には膨大な予算と軍事技術力が必要となることはレールガンにおいても同じで、20世紀以降世界最大の軍事力と軍事予算を投じ続けるアメリカがやはり先行してきたな。中でもレールガンの研究開発に着手したのは米海軍であり、2007年頃より研究部署である OMR Office of Naval Research が英国軍事企業大手 BAE Systems 社と共同スタートしたぜ。 BAE Systems 社はイギリスを中心とする第6世代戦闘機開発プロジェクトテンペスト計画を主導しており、世界最大の海軍の依頼でレールガンの研究開発の任にも参画しているね。米海軍の ONR と BAE Systems 社は2008年に射程距離約 370km、 発生電力量 64MJ を当面目標に掲げて研究を開始し、アルミ製の弾頭を 10MJ で時速約 9000km で発射させることに成功したんだ。さらに2010年にこのプロジェクトは当初の目標であった発生電力量 64MJ の約半分にあたる 33MJ を達成、プロトタイプのレールガン開発を順調に進め、2014年には艦艇に搭載してテストを行うとの発表もされたよ。プロトタイプのレールガンが搭載されることになった理由は、通常の船舶よりも幅の広い総合型の輸送船で搭載に広いスペースを必要とする関係上、都合が良いと判断されたからだな。当時レールガンを実装化する最有力候補として挙がったのが、2011年から建造が始められていたズムボルト級ミサイル駆逐艦であり、膨大な電力を必要とすると分かっていても、この艦との親和性が高いと判断されたからなんだよね。ズムボルト級ミサイル駆逐艦は大型のガスタービン機関で電力を発電して使用する統合電気推進方式が搭載されており、発生した大電力をレールガンにも使用する案が考えられたんだ。初めの段階でズムボルト級ミサイル駆逐艦の主砲は従来の火砲に変えて AGS-155mm 砲と呼ばれるロケット弾の一種を搭載する仕様だったんだけど、レールガンは将来的に代替兵器となることを期待されていたと言えるよね。だがズムオルト級ミサイル駆逐艦が AGS-155mm 砲をはじめたくさんの新機軸を乗り込みすぎたゆえに建造費の高騰、そして米海軍が必要とする安定運用が困難となり、わずか3隻の建造で打ち切りとなってしまったんだよな。このズムオルト級ミサイル駆逐艦の事例に連鎖するように、未来を見据えたレールガンの実用化は現時点では困難だと米海軍は認識し、2021年時点ではプロジェクトすらも中止となっているぜ。レールガンの実用化はまだ先ってことだね。ああ、だけど完全に不可能ではないってことだな。この先の技術力に期待すれば十分実現可能だ。いつかレールガンが配備される日まで、気長に待ってみようよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。いつも見てくれて、ありがとう。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 2021年7月現在、世界中でロッキード・マーチン社製の第5世代戦闘機、F-35 ライトニング2がアメリカの同盟国や友好国を中心に調達が進められていて、その市場をすでに独占していると言っても過言ではない状態だよ。比較的平和な時代とはいえ、ロッキード社は大儲けだな。軍事力の増強は平和な時代でも需要があるってことだね。むしろ平和な時代だからこそ、今のうちに軍備増強をするんだろうな。どれほど平和な時代が訪れても、兵器がこの世からなくなることはないんだよね。平和は戦争の形態が変化したものでしかないからね。哲学的な意見だな。ちなみにそれは何のアニメのセリフなんだ？それは僕の個人的な意見だよ。何でもかんでもアニメに結びつけるのやめてもらっていいですか？まさかお前からそんなセリフを言われるとはな。さてさて、そろそろ本題に入ろうよ。今回は冒頭の通り、F-35 ライトニング2についてだよ。それじゃあ行ってみよう。F-35 ライトニング2の製造数は、2020年までに全世界合計で5000機を超えることができると、ロッキード・マーチン社の一人勝ち状態がたびたびトピックに上がるほどだったんだよね。日本の航空自衛隊でも F-35 ライトニング2の通常滑走路使用の A 型を100日、短距離離陸垂直着陸が可能な B 型の40日、合計147機の調達を進められており、世界でも有数の保有国の仲間入りを果たしたぜ。これに並行して日本では F-35 ライトニング2専用施設の設置も実現化されており、愛知県にある三菱重工業の小牧南工場がアジア唯一の
SACO と呼ばれる貿易の最終組み立てを担う民家を2015年末に取得しているんだよな。 SACO が設置されたことにより航空自衛隊の F-35 ライトニング2は最終組み立てを日本国内で行えることになり、アメリカから完成品の輸入という位置づけからさらに一歩踏み込んだ対応を行えるものとして多数のメディアから注目を集めているよ。さらに三菱重工業の小牧南工場は、この FACO にとどまらず MRO&U と呼ばれるアジア太平洋地域の国際整備拠点としての認可も取得し兼備することとなり、これによって今後必須となる F-35 ライトニング2の重整備を自国内で可能にする体制が万全となっているんだ。F-35 ライトニング2戦闘機は、ベースとなるソフトウェアの更新をしなければ、能力をアップデートさせることができないようになっているため、結局のところ米国思想に基づいたものなんだよね。この戦闘機を持っている限りアメリカの友好国であり犬でもあり、裏切ってしまったらプログラミングをいじられる可能性だってあるということだね。うがった見方をすればそうなるな。ワンワン、当然 F-35 ライトニング2の FACO や MRO&U は軍事機密の巣窟となっている動機を詳細にわたって取り扱うことから、その設置場所や数は極めて制限されており、厳格なアメリカ側の言うことを聞いてくれて認可を得た国のみが持つことができるんだ。日本という国がそれだけアメリカに信頼されているってことにもなるよね。悪く言えばさっき言ったように言いなりとも取れるがな。具体的には FACO は本国アメリカとヨーロッパにはイタリア、そしてアジアとして日本という世界でも3カ所しか現在までのところ認可されておらず、近隣の周辺国もこれら3カ所の工場を得て F-35 ライトニング2を調達しなければならないという規定ができたよ。また MRO&U に関してもこれらアメリカ、イタリア、日本にオーストラリアを加えた世界で4カ所のみとなっており、今後も随時発生してくる F-35 ライトニング2のアップデートをこれらのいずれかで受けることが必須となっているんだ。これらの FACO や MRO&U の工場が今後も増設されるかどうかは未だ不明だが、2020年の新型コロナウイルスの流行以降は軍事予算を転用する国も増えたため、F-35 ライトニング2自体の調達数が減少傾向に転じているという現状だね。そういった経緯から現時点での新拠点工場への増設の可能性は極めて低いと見るのが一般的な解釈だが、そうした流れに政治的な意味合いから逆行する姿勢を明らかにしている国も存在しているぜ。大体想像できるけど、それってどこの国なの？想像通り、それがお隣の韓国であり、同国は2021年3月時点で F-35 ライトニング2の A 型を40機、B 型を20機の最大で60機の調達計画が挙げているけど、最短距離にある日本の MRO&U 工場の利用を拒否する姿勢なんだ。一見友好国のように見える韓国が日本の MRO&U 工場利用に難色を示している理由は、まず同国が先般企業と断罪する三菱重工業が運営していることに付け加えて、自国の最新鋭戦闘機を仮想敵国視する国に預けられるわけがないと判断したからだろうね。あの国は日本に対して変なプライドがあるからね。当の韓国政府としては、国内でも反対世論の声が大きい現状を無視して、日本の MRO&U 工場利用を推進するという決断はできず、従来から費用がかさんでしまうオーストラリアでの実施置きとして話を進めていたと見られているよ。2020年7月に NHK が日本の MRO&U 工場での F-35 ライトニング2の重整備の対象とされるのは、航空自衛及び在日在韓米軍そして韓国空軍の同期だと報じたことに、即座に韓国が異論を唱えてきたことで明らかになったんだ。しかし韓国も国内世論への影響を考慮したゆえの判断であり、軍事的合理性を著しく欠いているのら理解していても日本の MRO&U 工場にだけは、自国の F-35 ライトニング2を持ち込むことができないという意思表示なんだよな。ちなみに韓国が想定するオーストラリアに戦闘機を持っていった場合、ウィリアムズタウンにある MRO&U 工場までは約 8500km もの距離があり、航続距離の短い F-35 ライトニング2が到達するのに3日もかかると見積もられるぜ。非合理的がすぎるよね。まあ日本に持ち込まれて、いろいろ難癖つけられるよりいいけどさ。単純計算で往復には最低でも6日以上の日数が必要となってしまい、軍事的な効率の観点から見てもかなり現実性も低いし、自国の軍事力を一時的にもダウンさせてしまう計画だということが素人目にも明らかな状況となってしまっているよね。このような現状から韓国が自らの費用で自国の F-35 ライトニング2のみの整備拠点の建設をするという、わがままなことを言っているらしいよ。これも非合理的だよな。
もし仮に自国に整備拠点を設置したとしても、利用するのは韓国くらいだよ。なんたってすぐそばには我らが日本の整備拠点があるんだからね。こっちの方が安心安全、丁寧な仕事をすることは目に見えているもん。こうなった場合、オーストラリアに設置されている MRO&U 工場と同様の仕様で建設すれば、2050年前後までに必要となる金額は約750億円以上になるとも試算されているとも伝えられるのだが、韓国はその条件を飲むことができるのかな？初期費用や付帯費用が加算でしまうため F-35 ライトニング2機あたりの単価を算出することは困難だが、日本の場合でも約120億円前後かかっており、これで算出すると6機分相当の値段がかかることになるんだ。この金額を高額と見るか妥当と見るかは、最終的には韓国政府が判断を下すしかないが、個人的には北朝鮮や中国に地理的政治的に近い韓国に、そうした選択肢を与えることには疑問しか湧いてこないんだよね。この韓国のラガママをアメリカがどのように汲み取って合意するのか、断固として許さないのか、行く末が楽しみだよな。お金を積まれたからといって許してしまうアメリカであれば、それはそれで世界的に非難を浴びることになるだろうし、許さなければ韓国の嫌がらせが増えることになるだろうな。一番良いのは韓国がオーストラリアまで往復してお金を落としていって自分の首を絞めて、首が回らなくなって仕方なく日本に依頼するというストーリーになることかな。まあでもさっき言っていたように、難癖や言いがかりをつけられるくらいならお断りだよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ねえねえ、最近はあんまり潜水艦の情報が入ってこないけど、新しい情報はないの？なんだよいきなりどうした？確かに戦闘機や護衛艦、空母なんかの話は入ってくるけど日本の潜水艦事情は聞かねえな。今現在、収益中なのは、そういう型潜水艦だよ。新型の開発改良なんかの情報はないのかよ。はいはい、ございますよ。確かに現在収益中なのは、そういう型潜水艦だよね。これはよく聞く潜水艦だね。当然軍事開発は、どんどん進化していってるから、日本だって新型の開発は進んでるよ。そういうに続く潜水艦は、3000トン級の潜水艦らしいよ。情報では、今現在稼働中の潜水艦の次の次までの製造まで取り掛かっているらしいね。そうなのか。そんなに進んでたんだな。知らなかったぜ。まあ軍事開発はトップシークレットだから、一般の自分たちに情報が入るのは、かなり進んでからになるからね。知らなくても仕方ないよ。そういう型潜水艦は聞いたことあったけど、その次の次まで進んでいたとはね。本当に軍事開発というのは、進化が早いよね。そりゃそうさ、各国が競争してるようなもんだからな。開発をどんどん進めないと、自分の国だけすぐに置いていかれるからな。他国より一歩でも先を行ってやろうと各国必死さ。その通りだね。軍事開発は、日々目まぐるしい進化を遂げている。少しでも他国より遅れを取れば、あっという間に置いていかれてしまうからね。多額の資金や、膨大な時間を使って各国しのぎを削ってるんだ。ところで、そのそういう型の次世代型どんな進化をしてるのかな？そうだ、肝心なことを聞いてなかったぜ。よろしく頼む。それじゃあ行ってみよう。2019年6月に幕張でマスト2019というイベントが開催されたんだ。このイベントは、防衛装備や技術、海洋や航空安全に関するシンポジウムなどが行われたんだよね。このイベントで、新型潜水艦のイメージ図を三菱重工業が発表した。このイメージ図は日本だけじゃなく世界の関係者たちの注目を集めたんだ。おお、やっぱり三菱重工業だよな。さすがだぜ。うん。そうだね。三菱重工業の開発力と技術力は世界でもトップクラス。いや技術力だけで言うならナンバーワンかもしれないね。この三菱が発表した潜水艦のイメージ図に書かれていた新型潜水艦の正体について大きく三つの説が流れたんだ。そうか、まだイメージ図の段階では新型潜水艦の正体はみんなつかめていないんだね。そう、だから各国の関係者の間では色々な憶測が飛び交ったんだよね。まず今日本が開発中のそういう型潜水艦の時間3000トン級だという説、時に3000トン級の海洋型潜水艦という説、そして今回の主役である3000トン級の次の艦という説が主な関係者たちの予想だね。なんかよくわかんないね。確かに少しわかりにくいよね。じゃあそのあたりを説明するね。まず3000トン級潜水艦は、現行の最新型そういう型をベースにしているから、詳しい人が見れば違いはわかりやすいんだよね。だから、今回発表された潜水艦のイメージ図は、その次に開発されるさらに新しい型式の潜水艦じゃないかと言われてるんだ。でも、
このイメージ図の潜水艦の性能などに関しては、確定している情報などは入ってきてないんだよね。ただ今までの、双流型と比べてみると艦体自体のフォルムが違っていて、流線形を取り入れたようなフォルムになっている。それでも、やはりまだイメージ段階だから、どこまで現実に即したものなのかは、わからないんだよね。ってことは、三菱重工業が発表したのは、あくまでもイメージの段階だから、今後開発を進めていくうちに、発展していく可能性もあるってことだな。それじゃあ、まだ今の段階では艦体のイメージしかできてないってことなんだね。性能などに関しては全くわからない状態なんだね。そうだね。でも専門家や関係者の予想は発表されてるよ。それを見ていこう。謎に包まれた次世代潜水艦だけど、現在のエンジン機関ディーゼルとリチウムイオン電池の併用はそのまま使用するだろうとされていて、このエンジン機関の始まりは双流型11番艦からが始まりだったんだ。リチウムイオン電池は電力容量が飛躍的にアップできたので、それ以前に使用していたスターリングエンジンや非対機依存推進機関を廃止した。そうなると、双流型潜水艦の双流と OU の2隻、後継艦の3000トン級潜水艦3隻はリチウムイオン電池を併用したエンジンになりそうなんだ。この5隻でディーゼル機関方式とリチウムイオン電池のエンジンノウハウを積み重ねてきたから、次世代潜水艦はより進化したエンジンになるだろうと予測されているよ。でもよ、今世界で主流になっているのは、原子力潜水艦だよな。この無限に動力を供給できる原子力の方が、長い期間深海に潜って任務をこなす潜水艦としては理にかなってると思うんだがな。うん、確かにそうだよね。軍事大国と言われてる国の潜水艦は、ほとんど原子力潜水艦だからね。でも日本人ならほとんどの人が知ってると思うけど、日本は核兵器を持たない、作らない、持ち込ませないの非核三原則があるから、現時点での原子力エネルギーを軍事目的に利用することは、政治的にも世論的にもなかなか難しいことなんだよね。そうだよね。原子力発電所でさえ今現在でも一部の反対派がいるもんね。軍事目的となるとさらに反発は大きくなるだろうからね。でもね、この状況が変わるかもしれないという情報が入ったんだ。アメリカの軍事産業の一翼を担うロッキード・マーティン社が、小型核融合炉の実用化に向けての開発を進めているということなんだ。この小型核融合炉は原子力潜水艦で使用されている原子炉とは全くの別物らしく、厳密な定義からすれば原子力エネルギーではないのではないか、ということなんだけど、これも果たして実態はどうなのかな？原子力エネルギーじゃないなら、日本の潜水艦にも搭載できる可能性はあるかもしれないな。確かに、搭載できる可能性はあるかもしれない。でもそれが必ずしも潜水艦の性能アップにはつながるわけではないと思うんだ。日本の潜水艦OUと東流は今現在でも静粛性は世界と比べてもトップクラスなんだ。音で敵の位置を察知する海中での任務において静粛性が高いということは、これだけでも他国からすれば脅威になる。敵のソナーに探知されず、自国に近づく敵艦を追尾するような防衛面でも、より広範囲での積極的行動も可能だからね。新しい小型核融合炉を搭載できたとしても、この利点が損なわれるようでは話にならないからね。なるほどな。日本は専守防衛の国だから積極的に他国に出向いて作戦行動を取るわけじゃないから、長期間海中で行動できる原子力よりも、現在のリチウムイオン電池搭載艦の方が自国の領海を守るという点では、合っているのかもしれないな。そうだね。日本の周りには海からも空からも、ちょっかい出してくるうざい国があるもんね。まずは中国だね。ここ最近この国は軍事拡張にかなり力を入れているからね。今の感じで軍事用の艦艇を増やしていくなら自衛のためにも日本の潜水艦の能力向上は大事だね。日本としては、艦艇の数を増やして大きなコストをかけるより、性能の向上を図りたいところだよね。そうだな。軍事費はたまらないからな。資金力よりも技術力で勝負だな。もう一つ忘れてはならないのはお隣韓国だね。韓国は現在、原子力潜水艦の建造にかなり力を入れている。現在就任中のバッチさんと呼ばれる潜水艦も原子力推進型に改良すると言われている。なんで韓国はそこまで原子力潜水艦の建造に力を入れてるのかな？そりゃあやっぱり陸続きのお隣にクレイジーな国が存在してるからな。これは間違いなく世界屈指のクレイジー国家だね。同じ民族同士なんだけど、この両国はいつ有事が起きてもおかしくない状況が続いてるからね。文大統領時代は割合良好な関係は築けていたんだけど、今年に入ってからは、北
北朝鮮が南北共同連絡所を爆破するという、イカれた行動に出たんだよね。世界中がびっくりした事件だよね。そんなイカれた国を相手にするんだから、潜水艦は必要だと思うんだけど、実際は北朝鮮を攻撃するのにわざわざ潜水艦を使う必要はないと思わない？そうだよね。韓国と北朝鮮は陸続きだから38度線を超えて攻めた方が効率いいもんね。そういうことか。なんとなくわかってきたぜ。結局、韓国がなぜ潜水艦建造に力を入れてるかで言うと、日本ってことだよな。うん。その通りだね。日本と韓国はことあるごとに揉めてるからね。揉めてるというよりあちらが政治的目的で難癖をつけてきてるだけなんだけどね。自国で何か問題が起きれば日本を叩いとけばいい。というノリみたいなもんだよ。その日本に少しでも脅威を与えて優位に立っておきたいというのが、本当の狙いなんだよね。そうだな。こっちは相手にしてないが、韓国が日本のライバルと思ってるみたいだしな。余裕な軍備を強化して日本から常にマウントを取っておきたいってことなんだね。まあそういうことだね。話が逸れてしまったけど、日本には海を隔てたすぐ近くにこれだけの問題があるんだ。だから、新型の潜水艦を開発、建造し、常に隣国に対して牽制していかないといけないってことなのさ。次の新型の潜水艦は、また世界を驚かせるような潜水艦になると思うよ。技術力ならまだまだ、世界でもトップクラスだからね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。ステークの値段がすごく高騰しているみたいだね。そうらしいな。10年前までは比較的手に入りやすかったさすが、中古でもなかなか手が出せない値段になっているって聞くぜ。多分、アニメの影響だよね。今すごく流行ってるし。人って組織社会ってこともあってからか、影響されやすい生き物だからな。少し前のアニメのキャラクターと同じ髪色にするスタイルが流行っていたしな。グラデーションってやつだよね。あのアニメに関しては爆発的な人気だったよね。きっとみんな頭の中で各々の呼吸を口ずさんでいたはずだよ。それはお前みたいな子供だけだよ。アニメが好きなのに大人も子供もないでしょ。すごい剣幕だな。まあそうだな。まあ何にせよ、他人のものがよく見えちゃうし、他人よりいいものが欲しいって思うのが人だよね。よくも悪くも人の性質だよな。他人よりいいものをと追求することで競争意識を生んで、新たな発明をすることもあれば、妬みや嫉妬でそれらを凝らしてしまうこともある。哲学的だ。よくわかんないけど平和が一番だよね。うんうん。それじゃあ本題だけど、今回は中国海軍の05号南昌旧駆逐艦についてと、中国への日本の対策について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。近年の中国海軍といえば、航空母艦として中国での一番艦で練習艦とも言われる遼寧や、初の国産化を果たした山東などが台湾沖や南シナ海で演習を行うなどその活発さが目につくよね。ただしこの2021年にはこうした遼寧や山東が中国の沿岸部で活動を停止して長時間停泊したままの状態であったり、アメリカ海軍の駆逐艦に接近されたりとまだ本格的な戦力とは言いかねるようだよ。俺らはまだ本気じゃないぜって感じかな？まあそれでも中国はこれらに続くさらに大型で原子力推進、そして電磁式カタパルト等を実装した本格的な航空母艦の建造を再開しているとみられ、いずれは脅威度を増してくることは間違いないだろうな。うん、航空母艦を効率的に運用するには、アメリカ海軍のような空母打撃群の編成が必須であるし、防御力の脆弱な航空母艦を周囲で護衛する艦艇を多数配備することが避けられないと思うよ。アメリカ海軍では大型の原子力航空母艦1隻を、攻撃型原子力潜水艦1隻、タイコンデロガ級ミサイル巡洋艦1隻、アーレイバーク級ミサイル駆逐艦2隻とその他補給艦などで構成する体制を敷いているんだ。これらを含めて1ユニットの空母打撃群と総称しているが、11隻の大型原子力航空母艦を保有しているため最大で11ユニットもの数を運用しており、修理点検、訓練、休養のローテーションを維持しているとのことだよ。これだけ大掛かりな空母打撃群を保有するからこそ、アメリカ海軍が世界中にその戦力を投入することが可能であり、イギリスやフランス、ロシア等の他の航空母艦保有国を圧倒する展開力を持つんだよな。こんな国と最も密に繋がっているのが日本だと考えると誇らしいよね。
最強の軍事力を持つアメリカとそれを支える最高の技術力を持つ日本、この二国が組んでいれば怖いものなしだね。そうだね。中国海軍としては一気にアメリカ並みに世界中に派遣できる空母打撃群を編成するには、同様に11隻以上の大型の航空母艦を用意する必要があるだろうけど、西太平洋に限定するならばもっと早まるだろうと予想されているよ。そうした中国海軍の拡張の中で、これらの空母打撃群の艦隊防空を担い得る規模の大型の水上戦闘艦が05型南昌級駆逐艦であり、すでに2020年に就役を始めていて、今後大量建造されるだろうと囁かれているよ。2021年3月にはこの05型南昌級駆逐艦を中核とした、水上戦闘艦のみで構成された艦隊が対馬海峡の公海上を通過して日本海方面へ北上したことが報じられ、自衛隊も監視活動を強めているようだね。05南昌級駆逐艦って具体的にはどんな駆逐艦なの ?05 型南昌級駆逐艦は、基準排水量1万、1000トン、満載排水量1万、3000トン、全長180メートル、全幅19メートルの艦隊に COGAG 方式の機関部で最大出力13万馬力、最大速力32ノット、航続距離5000海里とされているよ。ちなみに現行のアメリカ海軍のタイコンゼロが旧巡洋艦が、基準排水量7242トン、満載排水量1万、10トン、全長 172.46 メートル、全幅 16.76 メートルで最大出力 8.6 万馬力、最大速力30ノット。このため05型南昌級駆逐艦は、大きさ容積ともにタイコンデロが旧巡洋艦を上回っており、アメリカをはじめとする西側諸国ではミサイル巡洋艦とみなし、冷反型巡洋艦として認識されているよ。2021年現在、この05型南昌級駆逐艦をしのぐ排水量の水上戦闘艦は、アメリカ海軍のズムボルト級駆逐艦3隻とロシアのキーロフ級巡洋艦4隻しか存在しておらず、すでに両者とも建造は終了しているんだ。そこからすれば中国海軍の05型南昌級駆逐艦が、事実上建造が継続されている中では世界最大の水上戦闘艦艇であり、すでに3隻が就役、5隻が建造中、追加で8隻が予定されているぜ。05型南昌級駆逐艦はその大きさから兵装の多さも特徴で、四方には前級の05型駆逐艦同様に HPJ45 型 130mm 単装砲1機、中核には GJB5862006型VLS を合計112セル装備していると見られているんだ。GJB5862006型VLS って?この GJB5862006型VLS は、アメリカ軍をはじめとする西側諸国標準の MK41VLS より1セルあたりの容積が約 1.6 倍とも言われており、艦首部分に64セル、艦中央に48セルが配置されているよ。GJB5862006型VLS には艦対空ミサイルとしては、射程距離約200キロの長距離用の HH99B や、同約30キロの中距離用の HQ16 を搭載して運用することができると言われているぜ。また艦隊艦艦隊地の両方に使用できる IJ18 も搭載可能であり、こちらは射程距離が約220キロから540キロまでと推定値にもばらつきがあるが、中長距離攻撃が可能であることは間違いないだろうな。05型南昌級駆逐艦はこうした兵装を運用するために、S および X バンドのアクティブフェイズドアレイレーダーを備え、これらに加えてステルス機探知用の UHF 隊に対応しているとの指摘もあるんだ。仮にこうしたステルス機探知能力の保有が事実だとすれば、日本が調達中の F-35A や、これに搭載する JMS ミサイルは海面近くの低空の場合200キロ未満の射程距離になる恐れもあり、HH99B で撃墜される恐れも生じるんだよね。そこでそうした事態を回避する方策として F-15A に改修を施し、最大射程900キロ以上の空対地ミサイル JASSMER をベースに、最大射程800キロといわれる空対艦ミサイルロラズムの取得を目指しているってのが現状だぜ。超長距離から一方的に迎撃する構えなんだね。まるで超級部隊みたい。現状では空対艦ミサイルロラズムの射程距離を上回る艦対空ミサイルは存在しないため、敵の射程距離外からのアウトレンジ攻撃を可能とし、敵艦艇の接近を阻止しようとする方針だね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。見てくれて、ありがとう。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 とうとう北で日本初の純国産ジェットエンジンが完成したんだってな。なになに、そんなにすごいことなの？
というか、技術力の見本と言われていて、純国産のジェットエンジンが今までなかったことに逆に驚くんだけどね。何言ってんだよ。世界最高峰の技術力を持った日本の純国産エンジンだよ。絶対に今までのジェットエンジンとはわけが違うぜ。なあ、そうだよ。純国産ジェットエンジンは日本にとって長年の悲願だったんだよ。このジェットエンジンのカタログでスペックを見てみるとかなり高い性能を示してるようなんだ。このエンジンが次世代の戦闘機に搭載されるかは、まだ不明ではあるけど、ある国が非常に興味を示しているという噂が飛び交ってるんだよね。まだ戦闘機に搭載されるかはわからないんだね。でもそれだけ性能が高いなら戦闘機に搭載されるんじゃない？日本が開発したエンジンなら性能は間違いないよな。これまでのエンジンからの伺ってるんだ。そうだね。日本初の純国産ジェットエンジンの性能や特徴を見ていこうか。それじゃあ行ってみよう。2018年、F3 ステルス戦闘機計画が閣議決定され予算化の話までこぎつけたんだ。この閣議決定は、かなり時間がかかったなって感じだったよね。もっと早い段階で予算が通ってもよかったと思うんだけどね。戦闘機は2国を防衛するためには必要不可欠なもんだよ。何より先に予算を立てなきゃなんないだよ。日本政府って余計なことにはボンボン金使うくせに、本当に大事なことに関しては動きが遅いんだよな。本当にそうだよね。近隣のあの国とかあの国が、ちょっかいかけてきてるんだからこういうことは、最優先事項で進めてほしいよね。本当にそうだね。まあでもこれから戦闘機の開発が進んでいくと思うと楽しみだよね。第6世代の戦闘機はいろいろな形があるけど、現在活躍している F-35 戦闘機以上に、優れた性能と、もはや戦闘機には必須条件のステルス性能を双方兼ね備えた、素晴らしい戦闘機が開発されることを願うよね。それじゃあ気になる性能の方を見ていこうか。この新型は双発エンジンみたいだね。双発エンジンというのは左右の主翼にエンジンを1機ずつ設置したものだね。ちなみに現在の F-35 戦闘機はエンジンを1機乗せた単発エンジンになるよ。この双発エンジンも2タイプのエンジンを製造することで、将来的には護衛艦出雲加賀の甲板上でも運用が可能になるね。まあ、どこまで計画が進んでいるかはわかんないんだけどね。まだあくまで計画段階ってことだな。でも今更従来の戦闘機と同レベルでは話にならないからな。目指すなら最新鋭の究極の戦闘機を開発してもらいたいもんだぜ。究極まではいかなくても、世界に誇れるような戦闘機を作ってほしいな。大丈夫だよ。日本が製造開発するのに今までと変わらないなんてありえないね。日本初の純国産戦闘機の完成が待ち遠しいね。ただ、この F3 戦闘機計画にはエンジン部分が重要な部分になってくるからね。ここを成功するか失敗するかで日本の開発力と技術力が世界各国から測られるだろうね。もし、うまくいかなかったとなったら周辺国への防衛力も低下することになってしまうだろうからね。いやいや、日本の開発力と技術力に限って失敗におられるというのは考えにくいだよ。うん、そうだね。そこは心配するようなことはないだろうね。かなり高性能なエンジンの開発が進んでいるみたいだしね。話がそれちゃったから今度こそ高性能ジェットエンジンの性能を見ていこうか。2018年日本の航空軍事市場で全く新しい試みが行われました。プロトタイプの1機だけですがジェットエンジンが開発メーカーの IHI 社から防衛装備庁に納入されたそうなんだ。この出来事はかなり話題になったから知ってる人も多いかもしれないね。知ってるぜ。ニュースでも報道してたからな。見た見た、結構盛り上がってたよね。何気なく見てたけどこのエンジンことだったんだね。そういうことだね。このエンジンが XF-91 と呼ばれる航空機、戦闘機用のエンジンなんだ。現在の国際的スタンダードと比べても他国の製品にも全く引けを取らない高い性能のエンジンなんだよね。今回、防衛装備庁に納入されたエンジンはアフターバーナーを使用した際の推力は15トン超えで、F-22 戦闘機の F-119 エンジンが同じように 15.9 トンだからほとんど遜色ないよね。ちなみに F-35 ライトニング戦闘機の F-135 エンジンは 19.5 トンとなっている。あれ？ F-35 戦闘機のエンジンより随分推力低くない？確かに数字だけ見れば、かなり劣ってるように思えるよね。でもね、あくまでもプロトタイプの数字だからね。それを踏まえて考えると、ここからの改良や改善により数値がアップすることは間違いないと思うよ。そりゃそうだよな。いきなりプロトタイプで F-35 超えはきついよな。まだまだ試作品段階ってことだもんな。ところでよ、さっき出てきたアフターバーナーってどんなシステムなんだ？そうだね。
それじゃあ簡単にアフターバーナーについて説明するね。エンジンから排気ガスが放出されるんだけど、これに直接燃料を噴射して、さらに燃焼させることにより、推進力を高めるシステムのことだね。車でいうところのターボみたいなものかな？仕組みは違うけど、そう思っててもらって良いと思うよ。実はね、現在収益中の F2 戦闘機を国内ではなく、アメリカ製の F16 戦闘機を土台にして開発すると、決定したとき、その大きな理由として搭載するエンジンを自国で開発できないからだったんだ。そのことを考えると、自国でエンジンを開発できたことは快挙だよね。今までは自国でエンジンを作れないから、戦闘機自体をアメリカの真似をして作るしかなかったんだよね。これ車に置き換えて考えるとすごいよな。車のエンジンを開発できないから日本がアメ車を真似して車を製造していたとしたら、狭い日本の道路を、またでかい車体にまたでかいエンジンで走ってたってことだもんな。ガソリン価格高い日本で、ガソリン垂れ流しで走ってたってことだよ。アメ車かっこいいけど、維持するのは大変だし日本車と比べると性能が高いとは言えないもんね。逆に車でも日本のエンジニアはあれだけの性能のエンジンを作れるんだ。ジェットエンジンでもすごいエンジンを開発するだろうね。あとこのエンジンの特徴としては小型化だね。ただ単にエンジンの推力を高めるだけならエンジンを大型化すれば比較的簡単に推力を高めることができるんだ。でも現在の戦闘機の最重要な項目として小型化が考えられている。これはステルス性能をアップさせるためには必須条件なんだ。同時にエンジンが小型化できれば、戦闘機に積む兵装も今までよりもたくさん積めるようにもなるよね。戦闘機を製造するということは、ステルス性能を落とさずに、なおかつ武器もたくさん積めるようにと、いろいろと試行錯誤しなくてはいけない項目があるんだ。でもこのエンジンは、出力を落とさないまま小型化に成功しているから、最重要項目の一つはすでにクリアしているってことなんだよね。そりゃなんとも心強いことだな。ノエ成功したのノエ変だぜ。そうだね。期待は膨らむばかりだよ。ここで一つ伝えたいことがあるんだよね。ある国が、この XF91 エンジンに関して過剰な反応を示してるんだよ。ある国ってまさか。まあ、どうせお隣のあの国だよ。大体それぞれつくら、視聴者もみんなピンときてるぜ。はい、正解です。皆さんの予想通り韓国ですね。韓国のメディアがこのエンジンのことをニュースで取り上げたんだ。それが、その取り上げ方といったらひどいもんだよ。このことはまだ日本でもあくまで計画段階なんだよ。それなのに自国の安全保障が脅かされると強行状態のような報道なんだ。なんなんだよ、ヒステリックなおばさんかよ。ほんとだよね。お互いに仮想敵国と考えている中国が言っているなら、まだわかるんだけど、韓国はアメリカと同盟国という同じ立場だよ。まるで、すでに新型の戦闘機は完成していて、すぐにでも自国に攻撃を仕掛けてくると言わんばかりの、報道だったんだよね。本当に、一方的に日本を敵国扱いしてるよね。怒りを通り越して呆れるよ。本当に面倒な国だな。他国の技術開発に文句つけてる暇があるなら自国の技術力磨けや。こんな難癖相手にしないで日本の開発者たちには頑張ってほしいよね。それにしても、お隣の国の迷走はいつまで続くのか。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。韓国航空宇宙産業 KEI はインドネシアと共同で、第 4.5 世代ジェット戦闘機を開発中みたいだね。はっきり言って韓国のものづくりは雑なところがあるから不安は拭えないよね。まあ自国で稼働する分にはいいんじゃないか。海外に輸出するとなれば、娯楽って買えたもんじゃないけどな。安全性は置いておいて、価格に関しては安価だから、購入を検討する国もありそうだけど。まあそうなれば自己責任になってくるよね。今回はそんな韓国が開発中の第 4.5 世代戦闘機 KIKF21 ポラメにハリボテ疑惑発生したことについて、その真相を解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。開発中の機体名称は KIKF21 ポラメ、韓国語ではカタカノイ。2022年に初飛行を予定しており、2021年に試作1号機の出庫式が、ムンジェイン大統領臨席の下で大々的に取り行われたんだけど、この出庫式後にすぐに工場に戻され、解体されていたとの情報が韓国メディアの中央日報により報じられたよ。これにより、出庫式で公開された機体は外観だけの張りの手で、実は開発は難航しているのではないかという憶測が駆け巡っているな。そもそも、この KF21 ポラメとはどんな戦闘機なの？それを説明する前にまず、技術大国を自認する韓国としては、戦闘機の自国開発は、
韓国技術の優位性を示す一つの指標としてとても重要視しているものだよね。これまで、米国ロッキード・マーティンの技術的支援を受けて開発した、KAIT50 などの練習機やそれから派生する戦闘攻撃機を開発してきたんだけど、米国からの多くの技術支援を受けての開発であり、あくまで機種も練習機レベルのものだったんだ。そこで、韓国空軍では米国の F-16CD や F-15E など第一線級の戦闘機を多数運用しており、その運用ノウハウの蓄積などから、第 4.5 世代レベルの主力戦闘機開発の機運が高まることになるんだよね。その後、2001年3月に当時のキム・デジュン大統領が、韓国空軍士官学校の卒業式で、KF-X 現 KF-21 開発計画を発表したぜ。ここから、韓国による第 4.5 世代ジェット戦闘機の開発が始まったってわけだな。それじゃあさっきの疑問に戻るけど、第 4.5 世代ジェット戦闘機とは、1970年代に開発された米国製 F-15 イーグルや F-16 ファイティングファルコンに代表される、第4世代ジェット戦闘機を改良発展させた戦闘機で、この第 4.5 世代ジェット戦闘機の条件とされている性能は以下の通りだね。まず、デジタルフライバイワイヤの実装と CCV 設計。次に対空対地対艦攻撃能力を兼ね揃えたマルチロール能力や一定のステルス性能の付与。そして先進的なアビオニクスの装備。最後に空戦時の機動性を向上させる。先進技術の装備カナードや水力変更ノズルなどとなっているよ。なお、ここで挙げた機能の一部は第4世代ジェット戦闘機にも搭載されているものもあり、第 4.5 世代ジェット戦闘機は第4世代ジェット戦闘機と比較して圧倒的な優位性を持つというわけではないんだけど、先進諸国が保有するジェット戦闘機は2000年代までには、おおむね第 4.5 世代ジェット戦闘機を保有するに至っているよ。そして、この第 4.5 世代ジェット戦闘機として世界で初めて実用化されたのは、F-15E ストライクイーグルだな。F-15E は第4世代戦闘機である米空軍 F-15CD イーグル制空戦闘機を、マルチロールファイター化戦闘爆撃機した機体で、第 4.5 世代ジェット戦闘機の一つの指針となっているぜ。KF-21 ポメラの要求性能としては、ラファールやユーロファイタータイフーン以上、F-35 以下程度のステルス性能、KF-16 と比較して戦闘半径が 50% 拡大し、機体寿命の 34% 延長。国産アクティブフェイズドアレイレーダーの搭載、レーダーシステムを含めた高性能なアビオニクス電子戦装置 IRST 及びデータリンクの搭載、5万ポンド程度の水力を有すること、高速迎撃能力、スーパークルーズ能力、超音速巡航能力、マルチロール能力だね。以上のように本格的な第 4.5 世代ジェット戦闘機を初めて開発する韓国としては、かなり意欲的な要求性能となっており、これが実現すれば、世界的にも第5世代ジェット戦闘機を除けば、ジェット戦闘機の中でかなり上位クラスの性能を獲得することになるんだよね。KF-21 ポメラが実用化されれば、ベトナム戦争時より活躍しているが、もはや陳腐化してしまっている F-4DE ファントム2や F-16 以前の軽戦闘機である F-5EF タイガー2に代わるものとして期待されるぜ。開発予算として8兆5000億ウォン約8260億円であり、機体量産費用も含めた総事業費は18兆1000億ウォン日本円で約1兆7300億円にも上り、巨額の費用が予想されているんだよね。そのため、他国へも KF-21 ポメラの共同開発を打診しており、2010年7月15日にはインドネシアと KF-21 の生産協力に合意しているんだ。韓国ではどうしよう。開発予算の 60% を韓国が負担し、残りの 40% を海外の共同開発国が負担することが予定されていたが、最終的には韓国政府 60%、KAI 20%、インドネシアが 20% という分担となり、韓国側が開発費用の 80% を負担することで合意しているぜ。KF-21 ポメラ開発では、ブロック方式の段階的な能力開発計画が組まれているよ。まず、ブロック1では、2026年までに空対空戦闘能力の獲得が目指されており、この時点では制空戦闘機としての能力に止まるんだ。そして、2028年にブロック2として空対地戦闘能力が付与され、マルチロールファイターとしての性能を獲得する予定となっているよ。その後、2030年代のブロック3以降では、機体内部ウェポンベイへの武器の格納能力の獲得など、第5世代ジェット戦闘機クラスに引き上げる野心的なプランも存在しているよ。インドネシアは、
2016年に韓国側へ開発分担金として約13億ドルを支払い、最大48機の KF-21 ポメラを取得して技術移転を受ける予定だったんだ。しかし、インドネシアは韓国側に対して、インドネシア国内での予算的制約を理由に合意した分担金の約 13% である1億9000万ドルしか支払いに応じておらず、2019年7月時点でも2億5000万ドルの不足金があると、韓国防衛事業庁関係者が証言しているよ。これに対してインドネシアは、分担金の支払いを現金ではなく、インドネシアがスペインと共同生産した CN-235 輸送機を別のへすることで買いたい旨の提案をしていますが、2020年12月にはインドネシアがフランスのライ 4.5 世代ジェット戦闘機であるラサールの購入に関心を示しているとも報じられており、インドネシアと韓国が KF-21 開発計画でうまく連携が図れていないことが明らかになっているぜ。2021年4月9日にお披露目された KF-21 ポメラだけど、このお披露目会である国産戦闘機姿勢1号機出庫式に登場した1ヶ月後には、エンジンや外装、ランディングギアまで機体を構成する大部分が分解され、骨組みの状態で工場に鎮座していることが、韓国メディアの中央日報によって報じられているよ。出庫式の時点では偽装色の塗布まで終えていた状態であったので、その時点から完全に解体することは異例であり、これはムン大統領臨席の出庫式に間に合わせるため、組み立てが可能な状態ではない機体を無理やり組み立てて取り繕った、ハリボテだったのではないかとの疑惑が持ち上がったんだよね。これに対し、韓国国会の与党代表ソン・ヨンギル議員は一部の保守系メディアが事実に基づいていない報道で、KF-21 ポラメに誤解と混乱をもたらしているとの声明を出して反発しているんだって。また、ソン代表は、KF-21 開発がスケジュール通り順調に進んでいる。日本の右翼やマスコミに KF-21 が停止される形で拡散されたのは恥ずべきことであり、事実に基づかない内容を報じることで、政府を貶めるべきではないと、強く批判的な保守系メディアを牽制しているぜ。KF-21 ポラメの開発を担っている韓国航空宇宙産業 KAI も機体の解体は、式典後にスケジュール通りに実施した燃料系統の一次試験で必要な工程であり、試験中に各機器からの相互干渉を最小限に止めるためには、このように解体することが必須だと主張しているんだって。今後、燃料系統の一次試験が完了した後は、地上走行や飛行制御システム関連試験、エンジンの稼働試験などを順次実施していくとのことだね。今回のハリボテ疑惑だけど、中央日報が報じた KF-21 の解体に席する記事の内容は、すべて匿名が条件の自称関係者からの証言によるものだったんだ。しかし、この記事に対して他のメディアが、実名による専門家の KF-21 ポメラ解体に対する見解を報じ、その中で燃料系統のテストで機体を解体することに不自然さはないし、主要な装置の取り外しは海外の戦闘機開発でも一般的に行われている旨の証言を行っているよ。これらのことから、今回の KF-21 ポメラの解体が、KF-21 ポメラの技術的欠陥や開発難航などに直結する可能性は高くはないと見られており、朝鮮日報のこの記事に対する信頼性は低下しているんだ。この KF-21 ポメラは、順調にいけば来年2022年には初飛行が実施される予定で、完成すれば250機以上が生産され配備される見込みだぜ。日本において第 4.5 世代ジェット戦闘機の開発は、1995年に初飛行した F2 戦闘機開発の実績があり、現在は F2 戦闘機及び初期型 F15J の後継機として、第5世代ジェット戦闘機開発計画が策定されているね。この次期戦闘機開発計画では三菱重工が主契約者となり、F22 戦闘機や F35 戦闘機を開発した米国ロッキード・マーティン社と開発提携を行い、2035年までの実戦配備を目指しているんだ。米国との共同開発なんて期待しちゃうよね。韓国も FA-21 ポメラの開発が成功すれば、第5世代ジェット戦闘機開発にも名乗りを上げることが予想され、今や軍事技術大国ともなった中国を含め、東アジア地域での戦闘機開発競争はさらに熱が高まりそうだね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。
雪やコンコンあられやコンコン。ついに雪まで降ってきたな。東日本の人たちは大変だろうぜ。あっちの人たちからすれば雪は天災と変わらない時があるもんね。例年通り、今年も豪雪の予報が出ているから気をつけてほしいよ。寒さ対策を万全にして、コロナやインフルエンザにも負けないようにしないとね。そうだね。さて今回は最上型護衛艦4番艦三菱長崎造船所で進水式を開催したことについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。令和3年12月10日に、三菱長崎造船所で行われたのは、海上自衛隊最上型護衛艦4番艦の命名式と進水式だったよ。今回は、冒頭で述べた通り、最上型4番艦の進水式を詳しく解説していくね。海上自衛隊も、次世代護衛艦の建造がかなりハイペースで進んでおり、次世代ならではのステルス護衛艦建造が驚異的なピッチで進んでいるんだ。中国の055型フリゲート艦とは、天と地ほどの性能差と言われているよ。海上自衛隊は、長崎県の三菱重工業長崎造船所で建造が進められていた、次世代護衛艦最上型護衛艦の4番艦 FFM4 の命名進水式を2021年12月10日金曜日に実施することを公表したんだ。今回進水することになった FFM4 は、最上型護衛艦として2020年7月に寄港され、三菱重工業長崎造船所においては、1番艦最上と3番艦の城を建造して以来、3隻目の進水となるよ。進水式は、佐世保地方総監出口勝と海将によって執行される予定となっているんだって。海上自衛隊の最上型護衛艦は、平成26年度防衛白書の中で次世代系護衛艦として建造への構想が立てられ、平成31年度から令和5年度までの中期防衛力整備計画で新型護衛艦として整備計画が決定されたぜ。そして1番艦の神は平成30年度予算で寄港が承認されたことから 30FFM と称されているな。艦式号の FFM は、フリゲート艦を表す FF に多機能モータルファンクショナルと機雷マインの頭文字である。M を組み合わせた新しい艦式号となっており、海上自衛隊の意気込みが現れているようにも思えるね。多機能という新たな付加価値を加えたことにより、これまでの護衛艦とは異なるコンセプトで設計された艦艇であり、かつ機能の割にはコンパクトな設計になっているところが諸外国の海軍関係者からも注目を集めているよ。海上幕僚監部広報室の公式発表によると、FFM という艦種は、日本近海での中国航船などによる不法な活動を警戒監視する業務にあたるほか、対潜戦闘対空戦闘対みなかみ戦闘のいずれにも対応可能なマルチタスク対応の艦種を指すとのことだよ。将来的には、対地雷戦にも対応する機能が付加されることで、総海底の雷用も可能となっており、シーレーン防衛やアラビア海などでの海賊対処活動などの海外派遣にも対応可能な艦種として期待を集めているぜ。ちなみに最上型は、同型艦として22隻の建造が計画されていて、防衛省は現有の護衛艦48隻体制を54隻体制にまで拡充する構想を明かしているみたいだな。中国海軍の脅威、北朝鮮関連有事、原油というエネルギーの安定供給のために必要な海外派兵など、様々な状況が想定される中、関係者の中にはこれでもまだ少ないという声が聞かれるぜ。最上型のスペックはどんな感じになってるの？次世代型護衛艦最上型護衛艦のスペックは、基準排水量3900トン満載排水量5500トン、全長 133.0 メートル最大幅 16.3 メートル基地水深 9.0 メートルとなっており、従来の護衛艦よりも多少コンパクトになっており、そのコンパクトさは諸外国の海軍関係者も驚いているようだね。機関として採用されているのはコーダック方式ディーゼルエンジン2機とガスタービンエンジン1機で、最大7万馬力の出力を誇り、最大30ノットの速力で航行可能となっているよ。これだけの機関があれば、中部太平洋のシーレーン防衛など、急を要する出動にも十分対応できるだけのスペックを有しているね。艦体サイズだけを見れば、現行の汎用護衛艦旭方護衛艦が基準排水量5100トン、満載排水量6800トン全長151メートル最大幅 18.3 メートル程度であり、いかに最上型がコンパクトになっているかがわかると思うよ。海上保安庁で最大の大きさを誇るヘリコプター搭載型巡視船黎明も、満載排水量6500トン、全長150メートル、最大幅17メートル程度であり、一般的に考えられている大きさと比べても、
その求められている任務の割にはコンパクトな艦であることがわかるね。任務遂行に欠かせない兵装を見てみると、62口径5インチ砲 ×1 機 12.7mm 機関銃に加えて、RWS 遠隔操作式銃火 ×2 機マーク。41VLS 垂直発射システム16セル ×1 機、シーラム近接防空ミサイル ×1 機17式 SSM 艦対艦ミサイル、4連装発射筒 ×2 機 324mm 3連装単魚雷発射艦 ×2 機を装備しているんだ。これだけの装備があれば、威嚇声越えから選手防衛声越えも十分可能であり、諸外国におけるイージス艦の役割を十分に果たすことができ、かつ総海業務など対戦業務にも十分対応できるスペックを有しているぜ。その他、対地雷戦システム、無人水中攻装からの UUVHT、無人水上攻装からの USVHT、H60 低総海ヘリコプター1機を搭載する予定があるものの、VLS と USV については後日装備とされており、今後2022年以降に搭載される予定とされているな。艦のコントロール関係を見てみると、C4ISR として戦術情報処理装置 OIQ1 が艦船運航システム、艦船維持管理システム、艦内外通信システム、指揮統制システム、各種武器システムなどを統括して運用可能となっており、そのうち戦術データリンクは NATO 北大西洋条約機構規格であるリンク22に対応しているよ。センサー類には、多機能型の OPY2 レーダーが装備され、その他にも OQ91 対機雷専用ソナーシステム、栄光ソナーとアクティブソナーの両機能を有する OQ925 水上艦用ソナーシステム VDSTASS が搭載されているんだ。その他、電子戦装置として従来の護衛艦と同じ NOLQ3E 電波探知妨害装置が搭載されており、これも諸外国の同型艦に引けを取らないスペックとなっているね。ここまでの装備があれば、同盟国海軍との共同軍事作戦も十分可能であり、アメリカやオーストラリアなどと結んでいる対中国連携クアッドにおける軍事面での連携も、さらに加速することが予想されるぜ。また最上型の艦隊はコンパクト化とともにステルス化も可能となっており、レーダー反射断面積 RCS の低減に配慮された設計がなされているようだな。艦隊や上部構造物には傾斜角が付けられ、ナックルラインが前甲板から艦尾まで続く構造になることで、よりステルス性を重視するデザインとなっているよ。また、これまで前上甲板にあった東洋病関連機器などは艦内に配置され、他の護衛艦の上甲板にあった通路など、最上型では廃止されているなど、既存艦の運用により得られた教訓を取り入れている部分が多数見受けられるね。その他、魚雷発射艦やミサイル発射装置など、敵のレーダー波を受けやすい構造物をすべて艦内に収納、さらに艦体にレーダー波を吸収するセラミック素材を多用することでステルス性をさらに向上させていることから、今後のステルス化改装を待たずども、すでにステルス護衛艦とも呼んでも差し支えないほどのスペックを有しているんだ。また昨今の海上自衛隊における人員不足を受け、最上型では省人化が図られていて、その乗務員数は定員約90名うち女性自衛官10名となっており、同じ基準排水量である朝霧型が定員約220名であることから、その半分以下で護衛艦を運用できるというハイスペックな性能を有しているよ。これだけ性能アップを果たしているにもかかわらず、建造費は旭方の3分の2、1隻あたり450億円程度であり、省人化と省コスト化を実現する護衛艦として今後も建造が進められていくことになるだろうね。そして防衛省では、最上型の運用にはクルー星の導入を予定しているみたい。クルー星は、海上保安庁でもすでに導入している制度ですが、乗組員を個別の護衛艦に固定せずに、複数のグループに分けグループごと艦を乗り換えるシステムとなっていて、艦艇の検査修理以外で停泊している期間を短縮する新しい制度として注目されているよ。なお、最上型のクルー星においては、3隻の最上型護衛艦に対して4組のクルーを配置し、常に3組がいずれかの艦にて乗務に当たっている間、1組が休養するローテーションを想定しているんだって。クルー制の実現で、休暇取得に関してブラック状態であった隊員の勤務環境を改善できるものと期待されているんだ。なぜ海上自衛隊がクルー制を導入できずにいたのかな？それには理由があるみたいだよ。これまでの護衛艦では、同型艦であっても艦艇ごとに装備や計器類配置などに多少の違いがあり、個別の護衛艦ごとに習熟させた専属乗組員を配置せざるを得なかったんだ。だが、最上形では全ての同型艦が全く同じ性能と装備で量産される護衛艦となったため、クルー制でも運用可能と判断されたってわけだな。
防衛省へとしては、護衛艦の稼働率を高めることで、防衛基地に導入する掃海艦との連携を図り、平時の警戒監視運用を強化することを目指しているぜ。これは、尖閣諸島などにイスラム中国交戦への対応で多忙を極めている海上保安庁への巡視艇へのサポートや、さらなる警告活動において護衛艦が直接乗り出すことを想定するなど、従来の護衛艦任務とは一線を画す運用を想定しているとされているんだよな。ちなみに野上型護衛艦はこれまでに3番艦までが浸水命名されていて、1番艦野上、2番艦熊野、3番艦の城と、日本国内の河川名が名付けられているぜ。これらの河川名はいずれも、帝国海軍においての従順洋艦野上熊野の城として使用された慣れもあり、4番艦も含めて、今後建造が計画されている SSM にも河川の名称が与えられると予想されているな。海上自衛隊の艦艇の大半は、帝国海軍の艦船名のオマージュとも言えるけど、今後登場するヘリ空母が伊勢日向であったように、今後もオマージュの傾向は続いていくことだろうね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。中国の003型空母の進水式が近づいているね。日本にとっての仮想敵国じゃなければ、喜ばしいことだけど、日本からすれば警戒すべきことだね。ああ、だが、各国が注目しているのは、中国政府がギス開発していると言われる電磁式カタパルトらしいな。みたいだね。実際この電磁カタパルトが、果たして本当に動くのか、世界中の軍事関係者が大いに疑問に感じているよ。ってことで今回は、そんな電磁式カタパルトについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。中国海軍空母遼寧や山東省で建造されていると言われる空母の動きが、表立って見られない状況だから、各国軍事筋は中国海軍の空母運用能力の不十分さと、空母そのものに構造的な問題があるのではないかと指摘しているよ。今回は、そんな中国が海上自衛隊の護衛艦出雲を強烈に意識している状況など、中国海軍の空母の状況も合わせて詳しく解説していくからね。日米英豪、それにインドを交えてのクアッドなど、アジアとオセアニアの主要国が中国を包囲している状況下において、中国海軍は太平洋に対して機動兵力を行使するために自国で空母を運用することを考えたんだ。しかし、その計画がうまく進んでいない実情において、中国は隣国日本の海上自衛隊が有する出雲からの動きをかなり神経質に見ているな。隣国に、レーダーで視認できないステルス戦闘機が存在することだけでも脅威なのに、それなら出雲から艦載可能へとなっている事実は、中国にとって非常に憂慮すべきことだぜ。うん、でも、中国の憂いはこれだけじゃないんだよね。オーストラリアでは原子力潜水艦が導入されることになり、日本においても同様の動きがあることを懸念しなくてはならなくなったんだ。さらにアメリカでは、中国嫌いで有名なあのトランプ前大統領が再び大統領選へ向け動き出したという情報も出ているぜ。中国にとって当面の、そして最大の脅威はやはり海上自衛隊最大のヘリコプター搭載護衛艦だった出雲型だと言われているよ。フラッグシップ艦である出雲と同型艦加賀は、STOVL 短距離陸垂直着陸機である F-35B ライトニング2を艦載する空母としての改修が進められており、2025年には戦力化を達成すると言われているんだ。この状況を受けて、中国メディアのネットイースト、香港メディアのフェニックステレビが、日本に対する脅威論を主張を繰り広げているのは興味深いところだね。出雲では、2021年6月に飛行甲板の耐熱化改修を完了したことを受け、いよいよ11月3日に四国沖の太平洋上において、米海兵隊岩国基地所属の F-35B が試験飛行を開始したんだ。試験の結果、垂直着艦と短距離発艦に成功し、空母としての基本的な運用に問題がないことが立証されたみたいだね。海上自衛隊では、この出雲と加賀について、2026年頃を目標に空母として運用することを目指し、今後引き続き改修の予定であり、同時にアメリカから導入する F-35B 飛行隊を宮崎県ニュータマル基地に編成し、領艦の艦載機として運用することに着手する予定だぜ。中国メディアのネットイースは出雲での F-35B 発着艦試験について、日本の軍用艦艇が戦後初めて空母としての運用を開始したことを踏まえて、ヘリ空母である偽の姿を捨て、本性を表したと報じているよ。そして出雲の基準排水量に関しても、中国の空母遼寧が5万8500トンであることに対して、わずか1万9500トンしかないにもかかわらず、
艦載機のレベルなどを考慮しても、すでに就航済みの中国海軍空母遼寧よりも戦力が高く、強い空母となることを受け止め、日本に対して十分な警戒が必要だと述べているね。確かに、F-35B がステルス性能においても中国軍の最新鋭戦闘機J-15 より優れていることは事実だが、さらに恐れているのはレーダーとして搭載されているアクティブ電子操作アレイ ASA によるアクティブフェーズドアレイレーダー ANAPD81 だな。実際、J-15 が搭載しているレーダーでは、F-35B を探知できるのは 40km 手前からに過ぎないのに対し、F-35B は J-15 200km 離れた地点からでも探知できる性能があることから、この才能さら絶望的な戦力の差だとも報じているぜ。実際、F-35B に対抗できる中国軍の戦闘機は J-20 くらいだし、その J-20 が束になって出雲に襲いかかったとしても、艦載機数では勝るものの、戦闘機そのもののポテンシャルで考えると、総合的な戦闘力は出雲が遼寧よりも強いと認めざるを得ないんだよね。紙面の締めくくりでも、中国海軍はこの日本の軽空母を甘く見てはならず、もっと警戒を強めるべきだと指摘し、警戒していることを隠そうとはしていないんだ。また香港メディアのフェニックステレビにおいては、10月9日に出雲の F-35B 発着艦試験について記事を取り上げていて、日本の海上自衛隊が近い将来2隻の空母を保有することは事実であること、中国海軍が整備を進めている空母打撃群に次ぐ戦力を保有することになることを、脅威と感じていると分析していたよ。さらに、日本が南シナ海問題や尖閣諸島問題の影響もあって、中国を常に仮想敵国として意識していることから、多額の予算を注ぎ込んで自衛隊の装備や武器を増強していると非難し、出雲加賀の空母化もその一環であると、日本の姿勢を批判しているぜ。軽空母に改修された後の出雲加賀には、F-35B を14から18機艦載することが可能と言われており、実際に日本政府がアメリカから購入する F-35B の予定が42機であることから、購入した全機が空母艦載機として運用されることは間違いないだろうね。そして、出雲と加賀の改修が完了し、空母艦隊として運用を開始できるようになるのは、2026年頃を予定しているんだってさ。その2026年、中国海軍は3隻目の空母を就役させていると言われており、最新鋭の艦載機を最大で130機運用できるようになり、出雲加賀の戦力を質量ともに上回ることは事実だね。香港メディア内実は中国メディアのフェニックステレビでは、出雲加賀の整備にかかる日本の姿勢について、この度の戦力強化は自衛の枠を超え、敵地攻撃力を保有していると言っても過言ではないと非難しているよ。さらに、日本が原子力潜水艦を保有する可能性があることを懸念していて、日本の軍国主義復活を懸念していることを伝えているぜ。軍国主義の復活を懸念する声明は、中国政府とその与党マスコミからよく聞かれることなんだけど、特定の艦船の存在等を踏まえて指摘することは珍しいものなんだ。だけど、中国政府の意を受けたメディアは出雲加賀の脅威をかなり気にしているように感じるけど、香港メディアはそのマラクに出雲加賀など中国海軍の空母群にかかれば敵ではない、とも書かれているんだ。中国メディアは、言うまでもなく中国共産党の意向に反することは書かないからね。一方香港メディアは、中国共産党への喜ぶ内容を掲載する傾向があり、中国海軍の空母軍を褒めたたえることで、政府の関心を買おうとしているのが見受けられるな。では実際に中国海軍は出雲加賀を恐れているのかどうかを、もう一度考えてみると、やはり恐れているというのが本音だと思うよ。中国海軍の最新鋭空母艦載機である J-20 は、積極的に配備が進められていて、各国のジェット戦闘機を世代で分類してみると、分類上は F-35B と同じ第5世代に当たるんだ。だけど、そのスペックはアメリカ空軍が1983年から運用していた F-117 ナイトホークと同レベルであり、アメリカ空軍ではすでにナイトホークは2008年に退役して現役ではないレベルの位置づけになっているよ。つまり、中国の威信をかけた最新鋭戦闘機でさえ、アメリカ空軍の敵ではない、むしろ登場してすぐに旧世代に追いやられるほど、技術面では置いていかれている実情があるんだよな。日本が F-35B のようなハイスペックステルス戦闘機を導入したら、中国海軍は数よりも質でら圧倒的に不利になるってわけだぜ。日本と中国の間で懸念されるのは尖閣有事で、仮に軍事衝突が起こったとすれば、現実的には出雲と加賀の F-35B 約40機で、
中国海軍の空母3隻、J20 戦闘機130機と対抗することになるんだけど、いくら質が優れていると言っても、数において劣勢は否めないから、実際に有事になった時には、アメリカ海軍の空母打撃群の支援を受けることが必要になるだろうね。ちなみに、海上自衛隊において新しい空母の建造計画は現状では存在しないから、さらなる空母能力の強化を図るならば、出雲とロエトへのヘリコプター搭載護衛艦西ヒューガを空母化回収することになるだろうな。実際にその計画がないとしても、計画だけは立ておかないと、中国政府に対して隙を与えることになるため、やはり中国海軍との軍事衝突の際に対抗する選択肢を少しでも増やしておくことが欠かせないと考えるよ。さらに尖閣諸島は日米安保の範囲内という現地をアメリカから引き出していると言っても、アメリカ軍が動かない事態を想定しておくことは必要不可欠だろうね。もし、中国が空母3隻で攻撃を仕掛けてきた時を想定して、空母以外の兵器で敵兵力の前限を図ることも必要かも。そういうことだな。例えば、南西諸島に長射程の地対艦ミサイル部隊を多数配備しておくことや、場合によっては尖閣諸島にもミサイル部隊を展開させておくことも考慮に入れておく必要だろうな。そもそも、空母の建造計画は一朝一夕でできることではないんだよね。だけど、ミサイル部隊を展開させるのはさほどの時間を必要せず、機動的に配備できる部隊を国内に配備しておくことはできるはずなんだ。500km という長射程を持つ人に意識地対艦誘導弾の能力向上を図るなど、防御兵器の配備を加速して進めるべきだろうね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。中国が軍事力に力を入れ始めてから、日本は大忙しだね。いろいろな対策が必要不可欠だからな。兵器にはロマンがあるけど、平和が一番だよね。まあ人類の歴史は戦いの歴史と言っても過言ではないからな。戦いがあるから技術も発展するわけだ。難儀な話だよね。完璧な平和が訪れたら、きっと人類は堕落しちゃうもんね。適度な競争と闘争があるからこそ、人類は発展するからな。なんだか哲学的な話になっちゃったね。今回は航空自衛隊が調達を進めている第5世代戦闘機 F-35 ライトニング2についてと、対中国における長距離ミサイルについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。2021年も中盤を過ぎて秋が訪れている中、防衛省が未来の航空自衛隊の主力戦闘機として取得を進めているのは、米国ロッキード・マーチン社製の第5世代戦闘機 F-35 ライトニング2となっているね。空自は、通常の陸上滑走路で運用する A 型102機、短距離垂直着陸が可能で護衛艦出雲加賀等の艦載機として、運用する B 型45機を調達する計画があるんだ。空自の AB 型総数は147機となる予定であり、これは本国アメリカを除いて世界最多機体数となり、先進の F-35 ライトニング2を確保することで航空優位を進めようとしている姿勢の表れとも言えるね。日本政府としては、2019年4月から2024年3月までの直近5カ年分を31機中期防衛力整備計画として位置づけており、防衛力増強の基本戦略を2018年12月に閣議決定を行い推進している現状だぜ。この31機中期防衛では、F-35 ライトニング2 6機分を650億円で予算計上した2021年度に比して、2022年度は AB 型合計10機、約1000億円と 1.5 倍以上の予算割り当てを行う方針だと発表したみたいだな。これにより31機中期防衛の総数では、F-35 ライトニング 2A 型が過去3年間で13機から27機へ、B 型が8機から18機まで増加することとなり、A 型が青森の三沢基地以外への配備拡大も現実化するのも遠い話ではないんだよね。日本メディアによると、次に F-35 ライトニング 2A 型の予定配備先は石川県の小松基地になる見込みで、現在配備中の F-15J イーグルとの代替が行われるそうだよ。小松基地は前述したように日本海側唯一の戦闘機部隊が配備された基地であるため、現状は F-15 イーグルによるスクランブル発進への対応も担っているんだけど、これをそのまま F-35 ライトニング2に引き継がせるのかも注目していきたいね。また短距離垂直着陸を可能にした B タイプは、それを艦載機とする予定の護衛艦加賀が広島県の呉基地を残へとしていることや、現在のところ整備計画の進む鹿児島県の名護島に近いことから宮崎県の新田丸基地への配備が有力視されているぜ。防衛省側からすれば、中国海軍による南シナ海、東シナ海方面への進出、つまり九州から沖縄、
台湾からフィリピンへと続く第一列島線内の制空権の確率を抑制する目的でやっているように見えるな。1900年代初頭まで航空自衛隊の主力戦闘機だった F-15J イーグルは、当時の第4世代戦闘機と呼称されていて、実際の非撃墜数は0機と、まさに世界最高レベルの制空戦闘機として君臨していたという話だよ。しかし中国が急速な経済発展をして軍備強化を驚異的な速度で行った結果、これら第4世代戦闘機を含む航空戦力の数や、中長距離向けの地対地ミサイルの配備によって日本の軍事的能力は相対的に低下してきている現状なんだ。日中の軍事力の差を補うものが、F-35 ライトニング2の A 型 B 型などの高度なステルス性能で敵に探知されずに、敵の攻撃範囲外から脅威の排除をしようという我が国の自衛隊新戦略となっているぜ。湾岸戦争やイラク戦争等の中東地域での戦闘を見ても、友軍同士で取得したデータを共有し効果的な攻撃を行うデータリンクを基盤とした戦術は、成功を収めているからな。情報を制す者こそ戦場を制すからね。そこは昔から変わらないよね。これらの戦闘は単純に米軍が最新兵器と戦術を駆使する中で、相手側はそうした統制の取れた体系的な反撃を行うことができず、いわば一方的な非対称戦かのように兵器単体のテクノロジーの前に完敗したとも言えるね。これと比較すれば中国軍が同様の戦力間データリンク統合を進めており、湾岸戦争やイラク戦争で見られたような一方的な敗北を期待することは、非常にリスクを伴う機能的観測と言わざるを得ないな。近代戦闘では、精密な誘導兵器やデータリンク制度の向上から、フル装備の正規軍同士が実戦闘を突発的に起こす可能性が低下してきているというのが実情だぜ。もちろん日本側としても他国軍隊が実戦経験を蓄積継続できていないこと、中国軍についてもこうした傾向から脱することはできず、装備した兵器を前面に打ち出す行為で相手の戦意喪失を画策するしかないんだよね。中国に対抗する上で非常に厄介なのは、戦闘機や護衛艦潜水艦などが単体での性能や搭載する兵装面で多少上回っていたとしても、それは本質だけであり圧倒的な相対戦闘力にはかならないという点だな。やはり日本にとって中国が持つ最大の脅威は複数ある中長距離用の地対地ミサイルの配備であり、これを無効化するための対地攻撃兵装の拡充を急ぐべきだろうな。しかし自衛隊に課せられた憲法上の制約、つまり攻撃的兵器に該当する恐れがあるとして、一部の野党を中心に導入へのハードルが政治的にも困難な状況にあるんだよね。他国から身を守ろうとしているのに、自国の憲法に首を絞められているんだから、おかしな話だよね。日本政府自体も野党からの批判と憲法上の自衛隊の専守防衛の枠組みへの対処からか、長距離攻撃が可能な兵器をスタンドオフミサイルと表現して既成事実化と、配備を進めようとしているんだ。ちなみに陸上自衛隊が保有している一つ多式地対地誘導弾には、さらなる長射程下の研究予算が付与されており、現行の射程距離 200km だったものが 900km、そして 1500km と延伸させると同時に航空機搭載も考えられているぜ。そもそも尖閣諸島などの南西諸島の防衛策を、旧ソ連が崩壊したことによって北海道を中心に展開していた陸上自衛隊の組織的な存亡をかけて、同地域が中国に狙られていると主張する反対論の数多く聞かれるが全くなデマとしか思えないな。このような反対論者に対して現状で取り得る有効な政策とは何なのか、軍事のみならず政治面も含めて実効的な代替案を国民に明示してほしいものだよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。いつも見てくれて、ありがとう。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